かさじぞう。むかしむかし、人里離れた山の奥に、おじいさんとおばあさんが住んでいました。年も迫った大晦日、おじいさんは雪の中を傘を売りに町に出かけますが、一つも売れませんでした。おじいさんは吹雪になりそうな気配がしたので、傘を売ることを諦め、家に帰ることにしました。吹雪の中の帰り道、おじいさんは六体のお地蔵様を見つけました。お地蔵様は真っ白に雪をかぶって、なんとも寒そうです。俺はこれはお地蔵様。こんなに雪をかぶってさぞ寒いでしょう。この傘をかぶってください。そう言っておじいさんは、売るはずだった傘をお地蔵様の頭にかけてあげました。ところが、最後のお地蔵様の分が一つ足りませんでした。そこでおじいさんは、自分のかぶっていた手ぬぐいをかぶせてあげました。おじいさんはおばあさんにこの話をすると、おばあさんはとても喜び、おじいさん、いいことをしたね。その晩のこと、ずしん、ずしんという音が遠くから聞こえてきました。おじいさんとおばあさんはそっと外を覗いてみました。すると、雪の中を傘をかぶったお地蔵様が重そうな荷物を引っ張りながら歩いてきます。一番後ろのお地蔵様はおじいさんの手ぬぐいをかぶっていました。親切なおじいさんの家はどこかいな。傘をかけてくれてありがたい。親切なおじいさんの家はどこかいな。傘をかけてくれてありがたい。音はだんだんと大きくなって、おじいさんの家の前まで来ると、お地蔵様は大きな荷物を置き、また雪の中へ帰っていきました。おじいさんとおばあさんはお地蔵様がいなくなると家の戸を開けてみました。そこには米俵が6つ置いてありました。こうして二人は楽しいお正月を迎えることができました。おしまい。